どうもアストロです。この映像は数ヶ月前の全盛期の映像です。この頃はさっぱりしていて綺麗でした。そしてこれが今現在、ニューラージパールグラスがまたもや大繁殖をしております。というわけで今回はトリミングをしていきます。おはようございます、アストロです。いやー寒いっすね。寒い、なんでこんな寒いんでしょうね。ちょっと前まであったかかったのに、なんか寒くなっちゃって、で自動販売機、会社の自動販売機ね、全部冷たいやつなの。ほんとこれ困る。あったかいやつが飲みたいっつって。ごめんなさい。改めまして、アストロです。やってしまいました。この YouTube 界の2大アクアリスト、サボリさんと大輔さんをパクってしまうと、まあこの動画を作るときに、僕の頭の中で天使と悪魔がですね、お互い言い合うわけですよ。悪魔の方はいいよって、やっちゃいなよって、まあ、そう言ってくるわけです。大丈夫大丈夫って。じゃ天使はなんて言うかっていうと、天使も大丈夫だって、大丈夫だよって、どうせ誰も見てないでしょって、だってあなたチャンネル登録者数300人ちょっとしかいないじゃないですかって。まさかの天使とは悪魔が両方プッシュしてくると。そういうわけで、まあじゃあいいかなって、まあじゃあ OK かなみたいな感じでやっちゃいました。でこの水槽、気がつけばですね、まああと数ヶ月したら1年間ぐらい、まあ、このレイアウトなんですよね。でまあリセットをしたいなっていう思いも実は、まあ、半年ぐらい前からあるんですけど、まあ、何分でかいし、まあ、そのリセットしている最中魚をどこに持っていくかっていう、まあ、そういう問題もあるんで、まあ、多分ですけどね、この水槽をリセットするっていうのはつまりその水槽が崩壊し始める前にやっとリセットするんじゃないかなと。でも春なんてね、新しいレイアウトしたいっていう思いはあるんですけど、その思いは隣にある30センチキューブ水槽で、まあ、なんかやっていこうかなと、まあ、そんなことを考えている日々です。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね、バイバイ、バイバイ。